大きくはですね、私たちが作っているあしらせっていうものであったりとか、あとはソデンさん、富田さんのソデンっていうアプリですね、を使って、うまく移動であったりとか、その商店街での活動を、を、まあ、体験、価値といったところを検証していけないかというところで進めてきています。で、まずですね、背景として私たちが思っているところ、やっぱりそのユニバーサルデザインといったところが、 まあいろんなところで言われていると思うんですけれども、あの障害者権利条約とか、あの障害者差別解消法とかいったところで、まあ、さらに今、いろいろな法案ができてきたりしていると思うんですけれども、一方で、やっぱりそのユニバーサルデザインというもの自体が、その街の構造の,あの改善というところを中心に行われてきていたなと思っていて、当然それは必要なことだと思っているんですけれども、一方で、やっぱりすべての あの構造物をバリアフリーにしていくとか、ユニバーサルにしていくっていうのは、やはり時間とお金っていうのは相当かかるだろうといったところは、すごい感じていますと、でそういった中で、よりスピード感を上げて、ですねその進化、構造物との進化っていうところと、合わせてですね、えー、ICT っていう切り口をすることで、いろんなあの新しい形でのユニバーサルデザインっていうものを作っていけるんじゃないかっていうふうに思っていてですね。 でその中の文脈に、あとはその人っていうところであったり、温かさみたいなところっていうのをまあ掛け合わせていくっていうことができれば、より良いユニバーサルとかっていうのが提案できるんじゃないかっていうのが、もともと僕らが背景として思っていたところになっています。大丈夫ですかね。<laughs> じゃあ、祖先はもうみんな知ってる前提で、ちょっとあしらせだけ簡単にご紹介できればなと思うんですけども、あしらせはですね、あのまあ、実は靴に取り付ける、こんな形態になっていまして、 で靴に取り付けるデバイスを持っていますと、で今ちょっとまああの野ク黒でやった時とも形がまた変わってきているんですけれども、あの靴にパコって取り付けて、あとは柔らかいものがですね靴の中に入っていると。でまあ、脱ぎ履きができる形状だったりするので、あのまあ、履いた状態になると、まあ、このように靴の中で柔らかいものが足にフィットしてくるみたいな形ですと。この中にあの振動する部材みたいなのが入っていて、ですねそれが あの誘導情報を視覚障害者に伝えていく、アウトプットする場所としてあるみたいなところであったりとか、あとはこのデバイス自体がですね、の人の動き、足の動きみたいなのを検知するセンサーみたいなのが入っているので、この方たちがどうやって歩いたかとか、どっち向いているかとか、そういった情報を使いながらですね、視覚障害者の方がより えーまあ、ナビゲーションの情報を理解しやすいみたいな形で、えーまあ、スマートフォンの中で計算させてあげてそれを振動として伝えてあげるみたいなこのインターフェースを持っているっていうのが一つユニークなポイントかなと思っています。私たちはですねどちらかというとその安全を伝えるというよりはあのナビゲーションを直感的にしていくとか無効化していくみたいなところに特化しようとしていて。まあ 彼ら自身の安全能力とか歩行能力といったところを最大限生かして、まあ、より自律的になんかこう外出行動を広げていけないかみたいなところになっているので、なんかこう何でもかんでもやってあげるっていうようなコンセプトというよりは、どちらかというと、えーまあ、僕らはナビゲーションも任してくれと言えるようになるので、えー、皆さんは自分の杖を使ってたりとか、残された保有視力を使って、えー 安全を確認して歩いて切り開いていってほしいですっていう、そういう組み合わせのプロダクトになっていますと。なので、まあ、自律的に動きたいけど、なかなか動けない人であったりとか、自律的なんだけど行動をやっぱり広げにくいみたいなところに対して、えー、どん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 サポートしていけたらいいなと思っているようなあ会社ですと。そういったものを使ってですね、あのじゃあ、実証、どういうことをしていこうとしたかというと、基本的にはですね、これでいいのかな。 ソ電源っていうものと組み合わせることで、よりナビゲーションの価値が上げられるんじゃないかといったところで、じゃどういった課題感かというとですね、やっぱりナビゲーションっていうのがそのついたところで終わっちゃうみたいな話があってですね、入り口が視覚障害者分かりにくいとかですね、あとはその細かい施設内での移動が難しいとか、そういったところがあったりするので、まさに後半のところは、 校舎のところは、ですねソデンさんの価値がそのままダイレクトに生かせるんじゃないのか、商店街から商店街の別のお店にこう人を伝って、ですねソデンアプリを使いながら受け渡していくとかっていうところで、えー、シームレスな移動ができるんじゃないかとかですね、えー、そこにただ商、商店街まで行く間も、ですね歩行としてサポートできたらよりいいんじゃないかといったところで、今回、足しらせと蘇電を組み合わせていただいたんですけども、あの商店街のところに近づくところまではです、ね、であしらせを使ってナビで歩いていくと。 で実際に、えー、商店街に近づいてくると、ですね近づいたタイミングで、まあ、お店の人たちに連絡が飛ぶと、視覚障害者の方が近づいてきたので迎えに行ってくださいねって言った形で、今回、その要先生のお店とかで、そういったあお店というか事務所のインターンの方とかにやってもらったんですけれども、えーまあ、仮想的にですねそういった形で実証したんですが、あのやはりお店の人たちっていうのは忙しいと思うので、その 何時に行きますって言ったところで、何時に来ないケースとかも、視覚障害者多分すごい多いと思うんですね。とか、早く来すぎちゃうとかっていうのもあったりするので、そういったところで、仕事を忙しい中で、うまくこう、ストレスなく、ホスピタリティ高い接客ができるようにするにはとかであったりとかですね。あとは、その、視覚障害者自身も時間を気にして行動するっていうのがすごい難しかったりもするので、本当に行って必要な時にだけ呼び出して、 それで、えーまあ、お互い一番高数というかあの、時間的にもストレスないような形で受け渡せたら、まあ、それは一つの価値になるんじゃないかといったので、まあ、ある距離まで近づいたら初めて呼び出しがあって、呼び出されたらそこで迎えに行って、必要なところに、えー、展開していくというで。その展開の中では、デンさんを使うみたいなことができるんじゃないかというのが、一番メインなあの今回の実証の内容になっておりますと。で当然、やはりうまく引き渡せないところがあったりとかですね、あの とはいっても、ちょっと待っててみたいなときもあるとか、いろんな課題感があると思うので、まあ、そういったところはブラッシュアップの要素としてはあると思うんですけども、ま,あ、あのまず中心的な価値として、そういったものがあの検証するっていうのが、まあ、今回の実証の目的にさせていただいておりましたと。で、えー、そのため、ドラクロード商店街に向かってきて、近づいたらお出迎えに行くとかですね、えー、こんな感じですね、商店街に近づいていったら、まああの 近づいてきたよっていうのが事業者というかお店の人に行くので、まあ、そのまま継続して歩いていって目的地ぐらいに着いたらですねお店の前に迎えに出ていって入り口ここですよって伝えてあげるとかそういった形でマッチングしていくみたいなのをソデンさんのインターフェースを使いながらですね作っていったりしましたとであとはですねあの商店街内の移動でここのお店行きたいけどなんか ど,こどうやって行けばいいか分からないみたいなときにお店の人からお店の人に引き渡したりとかあのトイレの場所が分からないみたいなときにお店の人にですね、えー、ちょっと周りの文化会館のところ文化,会文化センターのところまで連れて行ってもらったりとかですねそういったなんかこうそれぞれのなんかこう協力者の人たちに、まあ、近くにいる人たちが こう温かい感じでちょっとだけ手伝ってあげるよみたいなところが、まあ、ソデンさんが提供できし,している大きな価値なのかなと思っているので、まあ、そういったところの検証と合わせてです、ね、実証していったという,ような形になりますと。と